京都府にお住まいのラジオネームカズサさんからです。イーシオンさんへ、イントロクイズが得意とのことですが、実際どれくらい早いですか？できたらぜひやってみてください。PS 最近イーシオンさんを推し始めました。とのことです。嬉しいですね。大チョキです。大チョキいただきました。そうなん、知らんかった。好きなん？好きなんですけど、うん、48グループ自体を大好きだったので、うん、楽曲とか全部知ってて、はい、全部全部本当に全部知ってるんですよ。そう言ったらあかんで。ほんまに知ってる。ほんま？じゃあ今からちょっとテストしてみたいと思います。はい、じゃあ若菜と私もシオンでイントロクイズをね戦ってもらいたいと思います。絶対勝った、はい、絶対勝ったんねん。3曲あるのでね、はい、みんな落ち着いてちゃんとよく考えてお願いします、はい、ではまず1曲目のイントロはこちらです。あ、シオン、お、シオンどうぞ。はい、NMB48 チームビーツのアモンドとクロワさんの計画。やっば、すごい正解者だね。まだイントロちょっとやで、はい、え、めっちゃすごいねんけど。あの、この曲大好きなので、私日本初めて来た時が冬だったんですけど、その時にこの曲を朝にかけて、いつも準備したり顔洗ったりしてたんですよ。マジ大好きで。大好き。これ若菜も分かるように選んだんやけどな。めっちゃ弾いてんねんけど。この曲は私も知ってるけど、イントロのちょっとの部分では分からへんかった。歌詞は愛おしい。みえもな、これ自分で選んだけど、そのイントロ聞いた時、あ、これ何やったっけってちょっと。これだけすごいね。でもそれぐらい早かった。すごい。では、はい、若菜負けたあかんね。先輩やろ。いや、絶対、せやで先輩やで。うん、では、2曲目のイントロはこちらです。シオン！AKB48 の会いたかった。なあ、もうシオンって手上げるんだった。めちゃくちゃ面白い。ここやってもらうのに。これは踊ったことあるし、ちっちゃい時に。じゃあ答えれた。これ一番簡単。じゃあラスト、そうラスト、ま、5万ポイントとかに。これは負けたらあかんで、うん、ほんまに。え、ちょっと待って、わかな、これ全神経をの好きな先輩は踊ってたから。ちょっと待って、ちょっと待って、好きな先輩が踊ってた、うん、やばい、全員好きですけど。絶対負けるのよ、はい。まあ、もうこれでわかなが勝ったとしても負けてるから。いや、勝ちます、勝ちます、勝ちます、はい、では3曲目のイントロはこちらです。シャイ、わ、これはシオン、シオンですよね、これ。はい。いい、待って、命の、あ、へそ。わかんにゃ。でも、同時やった。いや、ちょっと遅かった。ちょ、踊れる。ほんまに分かってた。あそうです。命のへそ。ほんまに強い。え、強かった。え、ほんまに強くてびっくりした。でも、踊れるで、全部。シオンも踊れるんちゃいますね。ちゃいます。ちゃいます。よかったな。踊れるから。ほんまに強くてびっくりした。はい、わかんない。惨敗です。嘘やろ。ほんまでしたね、イントロ得意の。すっごい。すっごい。しかもほんまにイントロのポンでわかるんやな、うん。はい、もう私もびっくりしてますけど。ちょっと怖いな。弾いてますよ、自分に。ちょっとこれはリベンジマッチしたい。そうやな。ほんまに。いつかの機会に。あの、7期 VS シオンやりましょう。みんなで。誰で卑怯やけど。11対1。だって、バリ強いやん。強すぎる。